中止していた訓練を再開する方針です。今年6月、岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場で起きた事件では、訓練中に18歳の元隊員の男が自動小銃を発砲、隊員2人が死亡、1人が大怪我をしました。訓練をしていた森山駐屯地によりますと、事件後は射撃場の使用を中止していましたが、昨日岐阜市の柴橋市長に訓練を再開する方針を伝えたということです。再開の時期は未定とした上で、安全管理のため規則に基づいて訓練を行うよう隊員に徹底させるなどと説明したということで、あさって地元の関係者に向けた説明会を開く予定です。